はい、笠置キャンプ場へ来ました。今日は3月1日です。今日は家内と、デイキャンプで、ジンギスカンの料理を食べます。人は割と少ないですね。少ないんで、ゆっくりとしたいと思います。時折風が強く吹くんで、今日はタープは立てていません。今日は夕方ぐらいまでは天気は持ちそうで、夜になると雨が降るという予報です。はい、笠置キャンプ場で、デイキャンプで、今日はジンギスカンをやろうと思って、ガスバーナーで、いつもガスでやるんで、風丸くんジュニアを持ってきました。でも、ここでやらかしました。石焼きプレートを持って焼くんですけど、この石焼きプレートの、下のプレートが、ごとくが小さいんで、全く乗りません。今日に限ってスキレットも忘れたし、どないしようかなと思って迷っていたんで、ペグでも挟んで、安定さそうかなと思ったんですけど、それでもやっぱり、あまり下手なことして、ひっくり返ってもいけませんので、薪を売ってるところが上にあったので、焼肉の網がないか、まず見に行きました。で、焼肉の網がたまたま売ってたので、これを買ってきました。で、これで、ごとくの上に乗せて、石焼きプレートを乗せると思います。めったに、あんまり失敗しないんですけど、たまたまこれでいけるかな。もう一つ大きい風丸くんも持ってるんですけど、それやったらいけたんですが、コンパクトの方がいいかなと思ってこれを持ってきたら、失敗でした。はい、これで、石焼きプレートが安定します。で、この上に、石焼きプレートを置きます。はい。これで割と安定はしたんで、いけるんじゃないかと思います。はい、時刻は、12時過ぎました。気温は今、外で、27度です。日が当たってるから暖かいと思います。なんとか、これでジンギスカンが食べられるんじゃないかと思います。なんで？知らん。風か？滑ったでしゅー。そうやろ？怖いな。そこはあってよかったよ。ちょっとタオルで。こういう失敗もあるわな。
もうこれでしかないわ。これ置かれへん。置かれへんのそれ。もうしゃあない。大失敗です。大失敗です。ゴミとか。もう前もな、焼きそばやって、うまくいかんかったって感じだし。よう失敗するわ。前も焼きそばやって、あの、ガスでやったら穴開いてもんな、アルミ箔。燃え出して。え、これ火きついわ。緩めたらやっぱこっち転がんな。うん。急に焼肉になってしまった。ジンギスカンから。一応ね、この風丸、このコンロはね、風に強いコンロなんよ。一応。どこまで強いかは分からへん。でもこれやってよかったよ。なかったら見なかったらもう帰らなあかんとこほな帰りますわ言うなあほなあこれ行きまっか先にいいよこれすぐ開けんねサイコロステーキはなかなかええんちゃうスキレットが1個あればな、全然いけたんやけどな。持っていこなあかんもんやな。ラム肉ってこの網で焼いたらどうなんやろね。なあ。あんま効かんよな。これでもね、ラム肉のええやつやで、割と。うん、高級なラム肉やねんけど。もうちょっと。もうちょい。うん、よし、うん。もうだいたい定番のシュークリームやね、これがね。あとのやっぱりケーキ類も値段上がってきたよね。300円ぐらいするみんな。これだけが100、これ前に100円ぐらいやったんや。128円。2割ぐらい上がってんや。うん。